内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。まず最初に本日お伝えすることですけれども、相場概況と日経平均株価の位置、2番目に先週の新高値銘柄、最後に銘柄紹介としましてショーケース TV をお送りいたします。まず最初に本日の日経平均株価ですけれども、19107円と前日比176円安となりました。4日続落となっておりまして、為替の方ですね、こちらが111円ですとか112円、こちらのいわゆる円高の方に向いておりまして、株価の上値は重く下に下がるという状況になっております。次に規模別の騰落率を見たいと思います。日経平均は 0.91% 下落でした。ただこちらマザーズですね、 0.25% 上昇といったところで、先週あたりから小型中小型が強いですけれども、本日もそのような状況が見て取れます。次に業種別を見たいと思います。上昇の方は小売と水産でした。特に小売なんですけれども、先週ぐらいからですね、比較的強い動きを見せております。一方この下落の方ですけれども、保険ですとか銀行、山の工業、こういったところ、今までトランプ政権ができたといったところで上昇しておった企業業種群ですね、こちらの方が下がるというふうな状況になっております。それではいつものように日経平均株価の位置を見たいと思います。こちら16倍、 PR16 倍の方を点線としてありまして、この赤いところは25日の移動平均線になっております。 PR の方は先週16倍台、ちょうど16倍ぐらいで推移しておりまして、 EPS ですね、こちらの方は1205円6円、こういったところで動いております。東芝の関連で30円ぐらい目減りしましたけれども、その後はこの1200円台こちらで推移しております。おそらくですけれども、今後決算が終わりますと、1270円ですとか1300円弱ぐらいまでいくと思います。そのようになりますと、こちらあの PR の水準と方も切り替わりますので、今現在この16倍台、高すぎるという状況ではやはりないかと思います。ただこの25日線ですね、こちら本日下回ったかもしれませんが、いわゆるそのモメンタムとしてはやや低下しておる状況だと思います。それではまず為替の状況を見たいと思います。こちら青いところがドル円で、赤いところがユーロ円になります。ともに揃っていわゆる円高の基調になっておりまして、方向感が一緒です。一方このユーロドルですけれども、方向感が出にくくなっております。やはりこのいわゆる円高の方になりますと、株価の上値を抑えられる状況が続きますので、先行きとしてはそれほど明るくないような状況かと思います。次に木曜日に発表されました海外投資家の動向です。先々週ですね、こちら1372億円買い越しでしたけれども、先週になりますと763億円と売り越しとなっております。こちら12月ですね、一時大きな買いがありましたけれども、その後は低調な動きとなっております。この先なんですけれども、今現在あまり、モメンタムとして良くないので、このような、動きの鈍い状況が続くのだと思います。次に信用評価損益率です。こちらの方はほぼ変わらない状況が続いております。で、先週ですけれども 6.08%、この状況となっております。騰落レシオも見たいと思います。こちらも動きとしましては、小動きとなっております。113ですとか109、この110あたりですね、120を超えるわけでもありませんでして、特にその動きとして今のところの動きとしては、小動きという状況です。最後に日経平均のボラティリティインデックスです。こちらの方も動きがそう大きくありません。 S&P のところも動きがありませんでして、日本時間の3月1日ですね、トランプ大統領の演説が予定されておりまして、そちらに向けて動く可能性もありますけれども、今のところは小康状態という状況です。それでは先週2月20日から2月24日までの新高値の銘柄を見たいと思います。延べなんですけれども1156銘柄ありました。で、その中の傾向を見たいと思います。依然としてなんですけれども、半導体関連、こちらの方は強い動きを見せておりました。製造装置の方は新高値の銘柄7社、卸の方は11社、ウェハー、こちら原料の方ですね、こちらの方は1社というふうになっております。
こちらの BB レシオの方も 1.3 強といったところで日本の方は強く出ておりました。昨年なんですけれどもロジックですとか 3D 難度こちらの設備投資が非常に好調でした。このあと先17年の下期までは DRAM の方の設備投資も予定されておりまして、依然として半導体関連こちらモメンタムが落ちると一気に下がる可能性はありますけれども比較的市況の良い状況が続いております。その他で目立ったところを紹介したいと思います。まず一つは食料品ですね。こちらが36社と非常に多く見られました。その中で社数が多かったものなんですけれども小分類では製糖ですとか製菓、食用油こういったところが目立っております。また先ほど業種別でも非常に堅調でした小売ですけれども小売も49社と非常に多くありました。その中ではスーパーマーケットこちらの方が11社と目立っております。ただこちら見ていただきますといわゆる超大型株そういったところの小売ではなくて今までそのファンダメンタル的ですとかそのあまり注目されていなかったような銘柄というのが新高値をつけておる状況がありました。もう一つはカジュアルレストランですね。例えばこのドトールさんですとかジョリーパスタさんこういったところも新高値を取っております。またレストランですとかファミリーレストランいわゆるこういったふうないわゆる高価格帯ではないそのいわゆる飲食ですねこういったところが新高値を取るという傾向が見て取れました。それではこの新高値の銘柄からいわゆる割安感がある銘柄というのを紹介したいと思います。こちらまず10社出しておりますけれども比較的時価総額が大きくていわゆる出来高の回転率ですね売買の回転も年間で1回転以上するような銘柄を選んでおります。この中で見ておりますとこの日本電機などは非常に長く新高値を続けております。まだそれほど割高感というのもなくむしろ割安感がありまして注目する銘柄だと思います。あとこのように見ておりますと新高値の中に総合化学がありました。三井化学こちらの方も新高値を取っておりまして業績回復といったところで注目されると思います。次に今の同じ銘柄なんですけれども期間ごとのリターンと株主の状況になります。このように見てますとほぼ黒くなっておりましてリターンは長いね月日に期間にわたりまして取れております。こちら一つだけマイナスありますけれども大方好調な状況となっております。で先ほどのこの三井化学ですけれどもこちらの方も1年前から見ますと 55% 直近でも 4% と比較的堅調な状況となっております。それでは最後に銘柄を紹介したいと思います。本日はショーケース TV こちらの方を紹介したいと思います。まずどのような会社かを紹介したいかと思います。会社概要なんですけれども例えば入力フォームですとかスマホ表示こういったところでまず特許を持っておる技術力のある会社です。でどのようなものを販売しておるかといいますとこのナビキャストシリーズといったものなんですけれども例えばスマホ PC のサイトをスマホに変換しやすくするですとか例えば文字入力ですね一つ入れますと他のところで入れたものというのが一気に入れられて非常にその利用者にとって利便性の高いそういった商品を出しております。売上の構成比なんですけれども3割が金融機関向け営業利益が高いということも特徴です。上場して間もないんですけれども8期連続で経常の最高益を更新しております。終わった期なんですけれども営業利益は 9% 増でした。それに対しまして今期ですけれども 21% 営業増益を見ております。こちら面白いところはこのコンバージョン DMP というこういったものでこちら書いてありますけれどもデータ管理するものです。こういったもので新たなサービスとしまして IoT ですとかフィンテックこういったものを新サービスとしてやろうとしております。中期のビジョンとしては非常に大きく1000億円100億円というふうにチャレンジングですけれども非常に面白い会社だと思います。株価の方を見たいと思います。本日も上昇しておりました。1440円で PR は39倍ですので特段割安感があるというわけではありませんけれども業績がしっかりしておりまして新しいサービスを次々と出そうとしております。材料としましては豊富ですので今後も面白い株だと思います。
以上、7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。